はい、皆さん、こんにちは。本日はね、裁縫の動画になります。ちょっとね、間がすごく空いちゃったんだけど、性欲シリーズとね、空俗シリーズ、まだ終わってなかった部分をね、今後ちょっと出していこうかなと思っておりますんで、今日は性欲の髪飾りということで、虹のね、頭ですね。まあ、ルベランギスでね、かなり性欲の髪飾り、売れたかなと思うんですけども、まあ、今後もね、レンジャーの装備としてはかなり強い装備なんで、コロ GP でもね、きっと、活躍する装備なんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、まず縫い方やっていきますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、まずね、やっていこうかなと思います。今回ね、数値の方を右下に出させていただいております。はい、チェックポイントと、あとはね、序盤の進め方に関しては黒板の方に書いてありますので、そちらもね、合わせてご覧ください。はい、ではやっていきます。まずね、しつけがけを3箇所に入れます。3箇所にしつけがけで、精神統一をここで使いまして、で、3倍縫い。お、会心出た。ちょっとイレギュラーだね。で、もう一回精神統一入れます。どうしようかな。さあ、会心上昇ターンは2倍縫いをしていきます。144。はい。でね、ここで精神統一切れますんで、ちょっと右がね、会心出ちゃって336というかなり大きめの数値がね、出てしまったんで、どうしようかなーって感じなんですけど、まあ、ここ一回精神統一でいいでしょう。で、もう一回最強ターンのね、会心上昇ターンを、まあ、使っていこうかなーという気はするんだけど、どうしようかな。強いターンにしますか。数値もね、かなり伸びているんで、36だもんね。で、ここ2倍だな。ちょっと調整忘れ。はい、で、ここで精神統一をして、はい、会心上昇ターン来たんで横縫いでね、はい、会心取れましたね。いいですね。じゃあ次の弱いターンで、これはもう締めになっちゃいますね。ここで精神統一取り直して、で、8と14なんで、逆たすき縫いで9。さあ、ここ5だから4引けば勝ちっていう状況ですね。はい、こう引きました。まずはこれで大成功ですね。右がかなり詰まった状況での、まあ、会心取れたからね、結構良かったけど、最強ターンを選んで水平縫いや横縫いをするか、まあ、もしくは強いターンを選ぶかみたいな感じなんですよ。今は強いターンでいきましたけど、基本線は、最強ターンを使っていく感じになるかなというふうには思います。はい、ではもう一回やっていきましょう。で、しつけがけからね、ます。はい、じゃあ精神統一いきます。まずは3倍縫いから。はい、じゃあもう一回統一いきます。で、横縫いかな。24弱いな。で、2倍縫いしていきます。はい、ここ会心出ましたね。これはラッキーですね。じゃあ、こうなった時ね、どうするかって感じなんですけど、まあ、228っていうと、もう一回ね、最強で縫っても大丈夫ですね。右は全然足りてないです。なんで、もう一回精神統一入れましょう。で、横縫いから。最大値だね。36なんで、まあ、OK だね。で、こっちもね、少しずつ寄せておきましょう。次の会心上昇ターンは、まだ結構先なんでね。はいはい。ちょっと上の会心いらないな。もう一回縫うか。ちょっと待って。そうだね。もう一回縫って。はい、これで調整バッチリですね。36と40なんで、会心最低値必ず取れるような状態です。はい、では横縫いしていきます。いいですね、1個取れた。残りが10ですね。もう一回縫って大丈夫。32。あんま縫いたくないな。あ、42だった、ごめんなさい。さあ、残りが6と残りが10ですね。ここは、加減してもいいけど、まあ、ここはシフトかな、とりあえず。最強はダメ。最強はダメです。
じゃあ、つけますか。ちょうど半減ターンだったんでね。じゃあ、精神統一します。で、まずは滝登りからかな。誤差が2だね。じゃあ、ほぐしましょうか。残りが5。で、ここで加減でほぼいけるかなって感じですね。3以外勝ちですね。はい、OK です。もし4戻って6だったりした場合は、狙い縫いのね、回心残って、集中残ってたんで、狙い縫いでもいいかなというふうには思います。毎回会心出ちゃってね、水平縫いにたどり着かない。まあいいですけどね。でも一回いきます。しつけがきからね、やっていきましょう。まあ臨機応変さもね、結構大事になってくるんで、ご注意くださいね。3倍から、統一入れまして、横縫いしましょう。で、会心上昇ターンが来たら2倍縫い。さあ、今回はね、会心出ませんでした。120というところですね。120だと残り距離が60なんで、この状態だとね、水平縫いだとちょっと大変なんですよ。なんで、まあ、ここは、残り1ターンの精神統一なんですけど、ここ横縫い、水平縫い等々しちゃうと、最強ターンではちょっと縫えないような数値が残るようになってしまうことが予想されますよね。120から横縫いで、当ててしまうと、どんぐらい出るかな？ まあ3、平均30ぐらい、まあ、出るわけだ。そうすると150になるんで、最強のね、会心上昇ターンを使えなくなっちゃうんですよね。なんで、そうなるとあまりよろしくないので、ここは強いターンでの水平縫いも視野に入れていかなきゃいけなくなります。なので、まずはね、横縫いでいいかな。横縫いで、ここ横縫いでね、最強ターンをここ飛ばしてあげましょう。はい、こうなると残りが50と60っていうところですね。ここ一回縫っといてあげようか。はい、で、この強いターンを使って会心上昇ターンをやっていきたいんで、まずタスキからかな。会心が出る。残りが39。まあまあかな。ちょっと微妙なラインだな。51。さあ、これで精神統一を取ると、この次のターンにね、会心上昇ターンがやってきます。ここが残り39。ここが37。そしてこっちも37っていうところですね。会心最低値36なんですけど、7分の1の36と、その次からね、会心最、あ、40になるんで、まあ、いいかな。ギリギリ OK にしましょうって感じですね。会心最低値さえ引かなければ OK。さあ、37引けましたね。残り誤差が21と13というところなんで、21はちょっと刻、どっちも刻まないとね、ちょっといけないかなというところですね。はい、じゃあ、ここは横縫いでとりあえず、ちょっとだけ寄せといてあげましょう。6と13。さあ、弱いターンが来て、ここね、巻き込み縫いでちょうどいい感じですね。13と6なんで、ここは13と6狙っていきましょう。さあ、12と6出ましたね。これで1誤差というような状態になってます。で、次、会心上昇ターンが残り3ターンでやってくるんで、まあ、そこをね、目指してやっていきたいんですけど、ここは1回シフト入れようか。さあ、ここで残り14だね。14なんで、じゃあ、加減しますか。14出た。15なんでね。で、この会心上昇ターンで、まあ、もし12等々が出てたら加減縫い、11でも加減縫いだね。9が出た場合に関しては狙い縫いって感じですかね。まあ、14が出てたんで今回は勝ってますけど、まあ、11、12出る可能性の方が高いんで、まあ、一緒か。9は一番低いけどね。こんな感じですかね。さあ、では最後やっていきましょう。まずは3箇所にしつけ。で、精神統一。で、3倍目ですね。180、180。で、横の1回挟んであって。で、ここで2倍目。さあ、会心出ました。いいですね。
で、残り、またここで精神統一が切れるので、ここは精神統一入れましょうか。で、横縫いから。まだちょっと弱いね。7、68かな。68なんで全然遠いですね。さあ、これで OK かな。36だね。はい、じゃあ、ここも一回統一もらいましょう。最強ターン使ってね、今回やっていきます。28いて、残りが50。まあ、ここもギリギリだな。はい、じゃあ、統一もらいます。で、会心上昇ターンは横縫いで、36と50ですね。さあ、2誤差引いてしまう。まあ、しょうがないね。さあ、ここの16っていうところどうしようかって感じだね。まあ、16は刻んでいこうかな。128に関しては残り52なんで、そうね。まあ、ここ2倍縫いでもいいかな。はい。で、ここで残り20。20。ここは狙って会心できれば取りたいけど、ちょっと無理はできないかな、やっぱね。まあ、単純、普通にここは下限縫いで20か16のところを寄せてあげるっていうのがいいかなと思います。おや、いい会心引いたね。じゃあ、精神統一していきましょう。で、会心上昇ターンがこれの次の次かな、来るんで、一回縫ってから、もう一回精神統一を取り直して、で、ここで狙い縫いをしていきましょう。はい、OK ですね。はい、これで大成功になります。今回のね、性欲シリーズね、2回行動してから精神統一っていうのが、まあ、裁縫では基本になるかなと思うんですけど、今みたいに会心上昇ターンを呼び込むためには、1回縫うとか、まあ、行動してからもう1回すぐ精神統一を使うってことが結構多いんですよね。なので、そこを注意しながらね、やってみると、バランスよく縫えていくんじゃないかなというふうには思います。はい、というわけで、ちょうど裁縫針も壊れましたね。はい、というところでございました。はい。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、正六の髪飾りはね、まあ、ちょっと難易度が他の頭とか比べるとちょっと高いかもしれない。まあ、会心出なかったらどうしようもないじゃんっていう風な感じではありますけれども、まあ、1回心取れればなんとかなる勝負になる商材なのかなというふうに思いますんで、まあ、いろいろね、工夫しながらやってみるといいかなと。結構ね、手順化ができるのは最初の、精神統一の後の2倍ね、会心上昇ターンの2倍縫いまでで、その後は結構分岐していくんですよね。最強ターンで水平縫いするとか、強いターンで水平縫いするとか、まあ、いろんな引き出しが必要になってくる商材だと思います。単純にね、このまま水平縫いしていけやみたいな感じはなかなか難しくて、なので、まあ、臨機応変さを身につけるためにはとてもいい商材なのかなというふうには思います。はい、なので、今後もね、この性欲の髪飾りは、人気のある装備になっていくんじゃないかなというふうに思いますので、今のうちからね、縫い方をマスターしてガンガン儲けていってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、本日は性欲の髪飾り縫い方解説させていただきました。性欲シリーズや空俗シリーズ、あとは早急絵なんかなの方も、アップデートまでの間にね、出させていただこうかなと思いますので、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アップデートが来たらね、武器鍛冶の方の動画も上げる予定になってますので、そちらもね、合わせてご覧いただくために、ぜひぜひチャンネル登録とベルマークのボタンよろしくお願いします。はい、というわけで本日はこの辺で、またお会いしましょう。バイバイ。